あばら2回折りました。このフォームを取り入れてから、運動もすごく良くなった。私はもちろん、ね、しんすけさんはこの本をですね、あとで最後お願いします、はい。皆さんこんにちは。セノンプレゼンツベースボールペディア、今回はサブマリン投法のお二人がゲストです。ご紹介しましょう。渡辺俊介さん、そして山中博文さんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人年齢的に9歳違いということですけど。そうなんですね。もっと近いと思ってたんで。そう、はい、面識はあるんですか？何年前になるかも、10年以上前だと思うけど。私がソフトバンクの1年目なので、うん、2013年以来のってことオフですね。そんな前。そうですね。自主トレの時に遊びに来てくれて。いや、練習です。練習で、石垣島で僕が自主トレしてる時に。何日間かね、一緒に練習したんです。はい、3日間ですね。3日間です。はい、そうですね。結構いろんなそのアンダースローの練習ってこうだよね、ああだよねっていうやり取りした以来かな、じっくり話す。そうですね。2013年ってプロ1に入る時で最終年ですよね。接点は何だったんですか？アンダースロー。アンダースロー、うん、ってだけだね。そうですね。あれ、はい、何のきっかけで来たんだっけ？大学の同級生のソナドコーチが私の高校の同級生で、 そこでなんかいろいろイケメンの園田はいはいはい、はい、でそのきっかけで。あ、じゃあ今回はそれ以来。その間にも球場であったりとかするとちょこちょこ話はしてたんですけど、またこうじっくりアンダースローの話するのはそれ以来だ。なるほど。じゃあ今日はそのアンダースローについてじっくりお聞きしたいと思うんですが、まず俊介さん、はい、アンダースローにしたきっかけって何だったんですか？もともと中学までオーバースローで投げてたんですけども、アーム投げでコントロール悪くて、中学校の軟式の野球部でも3番手ピッチャーだったんですね。で、父親から体が柔らかい、柔軟性だけあったんで、それを生かしてアンダースローをやってみないかって言われたのがきっかけですね。よく柔らかいってね、言われてますけど、どのくらい？立位体前屈ってやるじゃないですか。体力、はいはい、身体測定、はいはい、体力測定。あれは学年1でした。わかんない。わかんない。わかんない。20センチぐらいは多分いってたんですよね。例えばこうやって、これここにつくとか。はい、あ、こういうとこはそんなに柔らかくない。どんどん。肩とかは柔らかいけど、股関節とかそういう関節の節々は結構柔らかかったですね。今何気にすごくないですか？行く？いや、肩はそんなにいかないですね。これもこれ、いやでも2人ともすごいかも。わ、すごいかも。これは肩甲骨とか股関節はね、立椎体前屈は私も柔らかい。やっぱり柔らかいかな、はい、そこはちょっと自信。ぜひ後ほどちょっと見せていただきたいと思うんですけど。そうです、20センチって言ったらね、すごくいきますもんね。ね、45歳になったんで今何センチいくかわからないんですけど。いや、楽しみにしてますよ、はい、それがきっかけで、はい、で中2ですよね。高校大学とアンダースローでやって、そして大学の時にあの大竹監督に見初められるんですよね。そうですね。大竹さんが沖縄の練習試合やってる時に相手チームのピッチャー見に来て、相手チーム見に来たんですか？相手チームのピッチャーを見に来て、たまたま1イニングだけ投げた僕の投げ方を見て、こっちに来いって言ってくれたんですよ。まあ、大竹さんらしい思い切りだな。でも大竹さんってね、全国優勝している時のキャッチャーだから、ピッチャーを見る目っていうのはやっぱりすごいものがあるんじゃないかなって思いますけど。アンダースロー大嫌いだったらしいんです、自分が対戦するのに。当時新日鉄機密っていうチームで、今日本製鉄ですけど、日通と試合をするときに必ずアンダースローが出てきて、うちを苦しめると、でうちにもアンダースローが欲しいんだっていうふうに口説かれました、ね、それが運命の出会いになったわけですね。そうですね。まあ、アンダースロー始めてからもずっとコントロール悪かったんですけど、大学の時に今国学院の総監督ですけど武田監督で会って、そこからコントロールがだんだん良くなって、でそれがちょうどハマり出したタイミングで大竹さんに見染められた感じですね。でも他の人を見に来てたまたまっていうのも面白いですね、何があるか分かんないです、ね、節目節目ではいい出会いがあったなと。
山中さんはアンダースローにしたきっかけは何だったんですか？高校2年生の時でたまたま腕を低くして投げたらたまたまその春季大会優勝したチームだったんですけどそこで完投してしまってそこからアンダースローになりましたね。それすごくないですか？本当たまたまです。そこでもう打たれてたら多分アンダースローやってなかったと思うんですけど。そんなに簡単にフォームって変えられるもんなんですか？私もまあ、私はサイド気味だったんですけどちょっと腕の位置を低くしたらちょっとバッター見にくいのかなっていうそういう遊び心でやったのが、はい、でたまたまそれがうまくはまってその対戦したチームを抑えてですね、そこからですね。なんかお二人とも結構たまたまっていうのが要素。好き転んでアンダースローするピッチャーはなかなかいないですからね。そんなもんですか？うん、高橋礼ぐらいじゃないですかね。アンダーのがね投げやすいとか宣言しているの。なるほど。またその高橋礼選手のことも後でちょっとお聞きしたいと思うんですが、はい、でアンダースローに変えました。体筋肉痛とかどうだったんですか、俊介さん？あばら2回折りました。本当ですか？脇腹をこう閉じてくる動作が多いんで。ここが硬くなってきて疲労骨折するんですよね。高校と大学で1回ずつ折ってます。それ折ったらやめようって普通思いませんか？最初気づかないんですよね。疲労骨折はひび入ってるだけなんでだんだんズキ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 してきてもう我慢できなくなって病院行ったら折れてますっていう感じだったんですけど、まあ、ケア不足ですよね今思えば。でもこのあばらのケアなんてどうやってやるんですか？硬くなるんでその胸郭が柔らかくなるようなストレッチだったり、まあ、あまり投げすぎが硬ってだったりそこを鍛えようと思って、まあ、回復が追いつかない状態にしてしまったっていうのが原因なんで今ケアの仕方知ってたら折らずに済んでたなと思うんですけど教えてくれる人いないんですよね。高校大学いないですよ ね。私もここ痛めましたけどやっぱり多分硬くなって、ね、投げすぎて硬くなってなるんでやっぱこう締め本当に締めるんでここが独特だよね。独特ですね。アンダースローの動きは内側内側からっていう意識でやってますのでなんかねあのフォームだと下半身にすごく負担がかかるのかなっていうふうに素人ながら思ったんですけど。下半身もちろん負担かかるんですけど下半身の筋肉のケアって、まあ、オーバースローでもなるし左のケツ、大臀筋、右のハム、左の膝周りとか張るんですけどでもそれは普通にオーバースローの人たちもそれなりに張るんで、まあ、そんな大したことないですね。筋肉痛なんですけど、うん、ただ骨が折れちゃうとどうしていいか分かんなくなる、うん、あばらのケアなんて今ね流行ってるけど ね胸骨のストレッチとか開くっていうけどここ 1、2年の話なんで20年前はなかったですよそんな情報は。2人ともねそのあばらにそんな思い出があって初めて怪我したのはやっぱりここ脇腹ですね。あとお尻もやっぱり痛かったんですか？お尻そうですね。私はお尻の方が右のお尻の方に右なんだ体重が乗ってそこからこうやるもんね、はい、やっぱりフォームによって多少筋肉痛になるところとか負担がかかるところっていうのは違ってきますよね。そうですね。それぞれあると思います。あと膝とかその辺というのはさっきオーバースローでもっておっしゃいましたけど、はい、そのあたりのこう強化というか下半身のトレーニングとか。オーバースローはその傾斜に向かってまっすぐ足つけるんですけどアンダースローサイドスローって横向いてる時間が長いんで横に体重移動するトレーニングで移動して止まるトレーニング。うまく止まれないとコントロールも悪いし変な止まり方すると、まあ、左膝僕半月板も2回手術してるんですけどやっぱり負担かかりますね。山中さんどうだったんですか？その筋肉痛以外にやっぱり大変でしたか？体のケアは。体のケアはやっぱりそうですね大変でしたね。やっぱり体が硬くなっていくのでその分怪我のリスクが多くなりますので入念なストレッチ準備っていうのはすごく大事にしてたものがあります。フォームってね人それぞれちょっと微妙に違いますけどお手本にした人っていうのはいらっしゃいます？高校時代には高津さん、高津慎吾さん、ヤクルトの監督の、はい、ヤクルトで抑えされてた時に下半身の使い方は参考にしてました。で大学に入ってからは工藤公康さんで社会人になってからは黒木さん、ジョニー黒木でプロに入ってで2年目ぐらいかな山田久志さんにやっとたどり着くんですけどいろんな変遷があって。そうです。高津さんはまあ分かりますけど工藤さんとか。工藤さんはすごく下半身から力を連動させてボールに伝えるのがすごく上手な投げ方なんで特にアンダースローだからっていうよりはその伝わり方の部分では参考にしてました。黒木さんはクイックの体の使い方だったりオーバースローなんですけど横向いててパタンってその
最後に力伝えるのがすごい上手なんで、正直その黒木さんと工藤さんのフォームを取り入れてから僕自身もすごく良くなった感覚はあります。なるほど、ちょっと意外でした。あ、そうですか。山中さんはどうだったんですか、お手本とした選手っていうか。私はもちろんもう俊介さんをお手本に。いいんだよそんなこと言わない、はい、いや、あのこの本をですね、この本をあの参考にしながら、私は2006年にこれ発売されて、後でサインお願いします、はい、この本で参考にしながら、これをベースに私はちょっといろいろなことを試行錯誤しながら自分のものにしていったっていうのがありますね。なんかね、忖度がすごい。いやいや、でもそれで見て、その本を見て独学で、はい、じゃあ、ま、そうですね、基本的にはもう独学ですね。自分の感覚と渡辺俊介さんというモデルをしながら自分のものにしていったっていうのがありますね。じゃあ2013年直接こうキャンプやった時は舞い上がるような感じだったの？もう舞い上がるっていうか、もうすごくお話をしていて共感する部分がすごく多かったですね。その例えば変化球の投げ方であったり、その体の使い方とか、すごくこう共感できる部分が多かったですね。その変化球っておっしゃいましたけど、変化球って投げにくい変化球、投げやすい変化球ってあるんですか？投げやすい変化球、やっぱスライダーですね、うん、やっぱり私の中で一番大事にしてた部分は、腕を振って変化させるっていうことを意識してたので、腕を振るっていう意味ではスライダーはすごく腕が振りやすいボール球種の一つで、カーブっていうのがもう一つ抜け感がないっていうのは難しいなっていう球種の一つでしたね。俊介さんはやっぱり一番最初に覚えたのはスライダーだったんで、スライダーが一番投げやすいですね。ただ最終的に投げやすくなったのはシンカーなんですけど、まあ、シンカーはまっすぐとほぼ変わらないんで、カーブは得意にはしてたんですけど、本当に投げるのが難しくて、神経使うし体に負担も大きいんで、カーブ大変だよね。大変です、投げるのね。腕振って抜ける、あのごまかしが効かない。効かないね、腕振って遅い球がどんだけ難しいかっていうのは、はい、スライダーはねかけて曲げれるだけだから、ね、サイドスローもそうなんですけど、スライダーは投げやすいですよね。さっきその本見てちょっと思い出したんですけど、工藤さんと黒木さんって何かで一緒になって、そこの話を聞いてっていうことですよね。それに会った時はだからもう感激で。あ、その前からテレビ見て研究してたってことなんですか？この本に書いてあるエピソードだと、シドニーオリンピックのクロアマ合同チームの後の話でしたっけね。そうですね、その時の何かのパーティーで同じ席に黒木さん、あの一緒のチームだったん で工藤さんもたまたまいて、黒木さんと工藤さんに挟まれて2人が目の前でそんな話、いろんな話をしてて、それがきっかけになったことはいくつかあります。力感っていうのもその時の話ですか？黒木さんの上手なその横向いたまま行ってパタンっていうやつですよね。っていうことを黒木さんが言っていたら、工藤さんがジョニーの年でそれ分かったらピッチング楽だろうってやってたんですよ。僕帰ってからすぐ当時社会人の選手で試したんですけど、最初よく分かんなかったですね。そのあたりも後ほどちょっと実技で、その真横からピュッてこう抜くって話ですよね。横向いてる時間があってっていうやつですね。ちょっとそれ素人にも分かりやすいように、分かりました、後で教えて。分かりづらいねこれね。俺もっと分かりやすく伝えてあげたら、世の中のアンダースローの役に立てたなと思うんですけど、自分の感覚だけでこの時は表現してるんで、いろんなアンダースローに向けてだと、もう少し細かく伝えなきゃいけなかったかなって今思ってます。でもまあ山中少年はね、はい、少年というか青年だったかもしれないけど、はい、それを見てその力感のところは理解してたんですよね。そうですね、理解してたつもりですけどただ体現するのがやっぱり難しい。頭ではこうしようっていうのはあるんですけど、やっぱ体でこう体現するのは本当に難しいことなので、はい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。